肌色ってね、何色で塗ったらいいんだろうかというところがまず悩みの一つかなと思います。でタミヤのね色で言いますと、このフラットフレッシュ、これがやっぱり基本中の基本の色になると思うんですね。肌色になると思います。で、明るいところは、白を加えて塗ることで、作り出すことができると思います。で、暗いところですね、暗くしていくのには、茶色、フラットブラウンなんかを加えることで、影色を表現することが、比較的できるんじゃないかと思います。ただですね、ちょっとそれでは、どんよりとした色になりますので、人間の肌らしくするために赤をそっと加える、もしくは、オレンジがからせるためにフラットイレーを加えるっていうような方法が、あります。まあ要は、この辺の色合いを使いながら、塗っていくという感じになると思うんですけれども、なかなか難しいのはですね、このバランスですね、この3色のバランスがですね、なかなか取りにくいっていうのがあって、ばらつきが出やすいんですね。そこが難しいなと思います。そこで私はですね、このパンツァーエース、ファレホカラーのパンツァーエースの3色をですね、おすすめしたいと思います。ファレホカラー、ファレホモデルカラーっていうんですけれどもね、このモデルカラーじゃなくて、このパンツァーエースっていうのはですね、その洗車系の、塗装に合うようにちょっとサイドが低めにね、調色された、色になってます。同じモデルカラーでも、肌色っていうのは存在するんですけれども、もっとこれよりねサイドが高いんですね。ちょっと洗車に合わないという感じなので、その辺が違うという、まあ、シリーズなんですね。で、この中の肌色は3色出てます。フレッシュベース、肌色の基本です。で、ハイライトフレッシュ、明るいところに塗るものですね。それからシャドウフレッシュ、影色になります。このね3色を使うことで、いつも同じ、グラデーション色合いを作ることができるようになりますので、大変便利です。通販等で買えますので、ちょっとおすすめしたいと思います。これを使ってみたいと思います。この、ファレホカラーなんですけれども、アクリル塗料で、まあ、水性なんですけれども、非常に乾くのが早いんですね。まあ、それがその重ね塗り等ができるというメリットなんですけれども、当然ながら塗料を出したパレットの上でもどんどん乾いてしまいまして、非常にその点では使いにくくなります。で、そこでですね、ウェットパレットという、パレットを使うことで、そこの乾燥が早いという点をですね、コントロールすることができるようになります。で、ウェットパレットっていうのも販売されてるんですけれども、原理的には自分で作ることができますので、簡単なものですので、私はこういうふうにして使っています。こういう平たいですねタッパ、トレイみたいなものでもいいんですけれども、まあ、蓋ができた方が、何かと使いやすいです。で、ここにですね、キッチンペーパーですね、キッチンペーパーもしくはティッシュペーパーでもいいと思うんですけれども、水を、保水できるものを用意します。ファレホカラーは水道水でも使えますし、この精製水でも使えます。多分精製水の方が伸びが良くなるらしいです。じゃあ使ってこれをここにこう浸します。結構十分浸しといてください。そしてですね、ここにこの上からですね、シリコンシート、いわゆるですねクッキングシートです。こちらです、クッキングシリコンペーパー。こういうふうにね、引くものですね。シリコンの樹脂がついたこちらをですね、長さを切りましてここに載せます。するとね、少しちょっとしっとりしてくるんですね。で、この下からわずかにね、
水分が上がってくるんですけれども、このわずかな水分が、少しずつ塗料に、供給されることによって、乾燥を遅らせることができるっていうのがこのウェットパレットという意味なんですね。このようにして使います。塗料をね、パレットに乗せる際にコツがあります。それはですね、グラデーションに沿って塗料をパレット状に並べるということなんです。つまりどういうことかと言いますと、こういう感じで暗いところから明るいところに並べます。で、中間色を作るときは同じ分量置きます。 0.5 と 0.5 を足すって感じですね。こうやって最初からパレット上にもこうやってグラデーションのように置くんです。これがポイントです。これをしないであちゃこちゃに置いてしまったりとか、混ぜながらね、様子を見ながらっていうことをしますと、人間の目っていうのはなかなか曖昧なものですので、うまくいかないです。こうやって並べてしまうと、計算しやすくなりますんでね、できると思います。今回はね、より分かりやすくするためにですね、このようによいしょ最初にお話ししたこの4321、これが4321ですね。で、4と3の間ですので 3.5 という形にしたいと思います。